だ。でもお腹空いてるからな。カフェ行きたいけど。ピューロランド行きたいですって。これ自己紹介しますか。あ、本当ですか。ひなちゃんいいの。そんな近くになんないか。それは何に使われるんだろう。わかんない。お腹空いた。じゃあもうご飯食べたいですって。ご飯食べに行きたいですって。え、でもそうやってみんなどうやってやりたい。なんか自己紹介をする。自己紹介する。しましょう、しましょう。え、頑張って。何が無理だよって。何が無理だよ。あ、やばい、みんな人来た。やばいやばいやばい。ひらちゃん映らないの嫌だ。お疲れ様。やった、うん、じゃあ今からやろうかなと思って。ひらちゃん、あれだよ、せっかくだからさ。あ、もう映ってんのこれ。こっち向きできるんじゃん。あ、でも録画されてる。あ、本当だ。あ、お腹空いたって。もう空いてた。お腹空いたって。だからもう全部入ってるからね。来ない人になっちゃうじゃん。え、遠いよ。大丈夫、結構遠い。そこそこ遠い。いや、何も遠いよ。もう自己紹介でしょ。ちょっと待ってて。お。本当に年齢とか言わないか、年齢なんて。千葉由紀乃です。24歳です。谷田ゆりかです。24歳です。新田けひなです。24歳です。みんな同級生です。同級生です。テーマは休日がある場合遊びたいことや行きたいところはありますかということですが、ゆきのさんはありますか。今お腹が空いてるのでカフェに行きたいです。おお、パン、パンが大好きなので。何のパンが好き。ベーグル。甘いベーグル。なんか入れるの、うん、なんかもうチョコの味とか抹茶の味とかになってるから。おしゃれ。食べたいです。おしゃれ。私はあれがいいな。絶叫が好きだから富士急とか行きたいです。乗り物。乗り物。いいね。ディズニーとかユニバも行きたい。うんうん。行ってない。私この間行ったばっかり。ユニバ。ユニバ行ったの、うん、何だった。フライングダイナソー。ああ。いや、あの裏がなんか。ね、背中こういうやつ。嘘。え、足バタバタできるのあれ。もうやろうと思ったら。あ、でもこうなってる。それともこっち。こっちだった気がする。あれ？こう。え、足はこっちについてる。うん、こうなった。やっぱ新感覚？でも乗ったことあるから。普通に飛んでるって感じ。あ、乗ったことあるの？ないの？私はそれにしようじゃ。遊びたいところ、遊びたいこと、それに乗るってこと。ユニバ？ユニバいいね。乗り物ね。絶叫いけるの？絶叫はね、怖い。乗る前がすごいうるさくなっちゃうんだけど、乗った後は楽しい。あ、そういうタイプね。行こう。そういう。もうみんなでじゃあユニバ。みんなでユニバで。まあでもディズニーが大体と近いよね。そうだね。ディズニーも素敵。サンリオピューロランド。サンリオピューロランド行きたいです。サンリオピューロランド行きたいです。お願いします。本当に可愛いキャラたちと楽しみが見たい。行ったことないから行ってみて。キティちゃんのショー。うん、なんか光が、この間テレビでやった。なんかすごい光と曲とマッチしてて素敵らしい。素敵らしい。素敵らしい。行ってみたいです。じゃあこんな感じで明日頑張ります。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。終わりました、お兄さん。終わりました。やりました。人がいない。人がいない。